皆様、こんばんは。ちょっと久しぶりに、えー、美食ちごはん、えー、リクエストありましたので、あのー、やってみたいと思います。えー、ちょっとあのー、最近更新が滞って、皆さんにご心配をおかけしていますけれども、まあちょっと大丈夫なので、<laughs> とりあえず大丈夫なんですけども、ちょっとあのー、ね、いろいろあのー、あの心身あのダメージがありまして、えー、ちょっと休みたいなっていうのがあって、 えっと、ちょっとお休みさせていただいてるけど、特にあの、健康上問題はないので、ご安心ください。えー、皆さんから色々あの、嬉しい、あの、コメントとかをいただいて、ちょっと元気が出たので、撮ってみたいと思います。はい、えー、こんな感じですね。こんな感じで、今日もあの、安定の美食所ご飯を作りましたので、ご紹介します。はい、えー、こちら、えっ、ー、とね、ちょっとわかりにくいんですけれども、高野豆腐の煮物なんですね。 あの、高野豆腐をずっと使いたいなと思ってたのがあって、あの、この高野豆腐は、えっと、これもなんかあの、悪いものを使ってない、なんかあの、変な薬品とかね、そういうのを全然使ってない、あの、高野豆腐っていうことで、第一宅配で買って、これを、えっと、お湯でね、あの、ちょっと戻、戻しまして、そこに、えっと、柔らかくなったところに、えー、これをちょっとまあ、切るんですけどもね、大きい高野豆腐なんですけども、これをこう、 食べやすい大きさに、あのー、切って柔らかくなった高野豆腐とあと白菜とあとね大根かなこれを煮ましたこれをえっとカツオだしとあと酒醤油みりん、えー、万能つゆちょっと雪蜂蜜も入れて煮て優しい優しい味付けになってねちょうど良かったかなと思います高野豆腐はやっぱりすごくねあのタンパク質もしっかりとれるし なんかすっごいあの体にいい食材みたいなんですね。なので取りたいなと思って、高野豆腐をようやく食べることができて嬉しかったです。え結構あの優しい味付けなんですけども、美味しくできたんじゃないかなと思います。で、これはえっとシャキシャキごぼうかなシャキシャキごぼうと昆布のお漬物。ちょっと盛り付けが雑になってしまったんですけども、こんな感じの あのー、ちょっとあるとご飯が進むような感じこれもこれはどこかなオイシックスか、えー、第一宅配ですねこれも買いました最近食べてますでこれが、えー、大根と、えー、わかめとあとキャベツですねやっぱりキャベツはすごい私、あのー、体に合う気がするので取りたいので、えー、とキャベツ、えー、そして、えー、とわかめ、えー、と大根かな それのお味噌汁で、えっと、新潟のお味噌ですね。新潟のいただいたお味噌で作って、これも今日作りたてなので、美味しいです。お味噌汁一番作ったその日が美味しいかなと思います。で、これは、いつもの無農薬の秋田小松です。で、これがちょっと寂しいかなと思ったので、じゃーん、えっと、のりたま、無添加ののりたま、第一宅配で買った多分、 無添加の乗、えー、り玉があるんですけれども、えー、そちらをかけてみました。ね、オイシックスでももしかしたら売ってるかもしれないですね。で、こんな感じで、えー、っと、乗り玉をかけた全体図になりますね。<laughs> こんな感じで、まあ、荒野豆腐の煮物って言ったら、普通はなんか副菜ぐらいな感じかもしれないけれども、もう私の場合はこちらをメインに、えー、持ってきまして、しっかりとね、いただきたいので、 えっと、しっかり、えー、高野豆腐をい,いただきました。もう、すごい、タンパク質がしっかりあるので、全然、あの、これをメインにして大丈夫かなと思ったので、これをたっぷりといただきました。で、これが、えっと、デザートに食べた、えー、ゆずケーキは、あの、まあ、ビヨンドフリーっていう、うん、これはでもね、あんま無添加ではないと思うんですけども、 えー、グルテンフリーカゼインフリーの、えー、とお試しで買ったんですけどもねあのお試しともう1回ぐらいでも定期便頼んだかなでも今はもうちょっと定期便とかはやめちゃってますやっぱちょっと添加物も気になるのでやめちゃったんですけども、えー、結構あのいろんなケーキを買っちゃいまして冷凍なんですけども一応グルテンフリーではある感じのえっ、ー、と柚子ケーキかなこれを、えー、と食後に えー、半分かないただきました。<laughs> で、これとペパーミントティーをいただいたっていう感じですね。はい。こんな感じの私の美食じゃご飯でした。どうもありがとう。ご心配なく。おやすみなさい。